はい、どうも、SSC コンサルティングのスキルです。お疲れ様です。言うのがめっちゃ遅れてますけど、第2子が誕生してまして、すでに誕生してましてですね、誕生日はですね、11月の15日でしたね。で、今のところ立派な男の子が、生まれてましてですね、ギャンギャン泣いております。大変。で、いろいろ考えるところがあってさ、やっぱり、子供2人ともなると、で、なおかつ今、ほとんど自分、その自宅兼事務所みたいな形で、で、僕はその子育てすごく重要視してるから、ハッピーファミリーね、目指してっからさ、そこに時間をすごく割きたいので、出勤とか僕絶対嫌だし、そういう状態でやってるんだけどさ、どうしても子供が2人になると、もちろん奥さんもちゃんと一生懸命やってくれてて、で、そうだね、頑張ってやってくれてるんだけど、もう大変だよね、やっぱりね。こっちで泣いてさ、で、奥さんもさ、3時間に一遍ぐらい起きてさ、私は今回母乳育児でやるんだっつって言ってるから、完全母乳で行くんだみたいな。いやいや、ああ、じゃあ、頑張れたらいいんじゃないって言ってさ。で、ただ、忙しい時とかには、もちろんミルク入れたりとかちょくちょくするんだけど。だから3時間起きとかに起きなきゃダメでさ、で、ミルクも作ってもらわないと、ミルクっていうか母乳ね、作ってもらわないとダメだからさ、ある程度寝てもらわなきゃダメだし、で、じゃあ僕責任感強いんで、じゃあその子供と一緒に遊んだりとか、で、何、赤ちゃん帰りっていうのかい？少女がね、もう、親2人がさ、第2子にかかりっきりになるとさ、嫉妬するわけですよ。だからもう抱っこしてとかってさ、言ってきてさ、こっちに抱っこしながらさ、で、こっちで何？長男？まあ、2番目だよね。が、ギャーンって泣くんで、いきなり泣くんですよ、ゲリラ的に。テロ的に泣くの。いきなりドーン爆発するタイプの泣き方するんですよ。ふんげ、ふんげ、ふんげ、ふんげってしばらく言ってから、ふわーんって泣かないんですよ。で、こう寝てんじゃんね。突然ドーンって泣くタイプで、マジか。そのタイプいるんかと思ってさ、ね、もう音取ってこう、そのなんかこう、ゆらゆら揺れるやつに乗して、乗せてたりするんだけどさ、こっちでこう抱っこしながらさ、これゆら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 さ、揺らしてさ、やべえ、これ。って思いながら、その合間にさ、こういう動画撮ったりさ、仕事したりとかさ、いろいろしてる状態なんだ。頑張りすぎかなと思うんですよ。最近頑張りすぎかなって思うんですよ。要は、子供に愛情かけすぎてる。で、もちろんかけるに越したことないよ。かけるに越したことはないんですけど、これ仕事に置き換えて考えた場合、例えば、仕事ね、A っていう、例えば、仕事、B っていう、タスクだね。A っていうタスク、作業、B っていう作業、C っていう作業があって、収益になるとするよね。C っていう作業をクリアすると収益になるとしますね。子育ての話を今例えたからさ、子育てはもう収益とかなんだとか将来の利益だとか全く関係ないことだけどさ。で、ちょっとその子育ての話をベースにね、仕事の話してみますけど、この流れで何かこの作業をして、 A 作業をして、 B 作業をして、 C 作業をして収益になりますよ。で、それぞれ適度な質ってあるじゃないですか。例えば動画投稿、多分僕の例えば収益の流れだと、まず動画投稿っていうのが絶対あるよね。この A がじゃあさ、YouTube に動画をアップする、動画を撮影、動画を編集、動画をアップロード、説明文を書いて概要欄に。で、その公開日時設定して出すっていう。その動画編集から投稿までの作業が A だとするよね。ここに僕、例えば今現状じゃ一人で仕事してるとして、ここにめっちゃ時間と手間と金を割いた場合、いい収益、収益にはなると思うけど、出ると思います？
に愛情かけすぎなんですよ。多分ね、限界値があるんですよ。子育てして最近ね、その2人の子育てしてて、まあその思うのは、もちろんそのなんだろう、適当じゃないんですよ。僕はその世の中の毒親みたいなやつ大っ嫌いなんで、不良のママとか不良のパパとか基本的に嫌なんですよ。僕めっちゃ真面目に子育てするからね、うん、でそのために一生懸命子育ての勉強もするしさ、うん、で実際に自分を辛い状況に追い込んで分かることっていうのを、その世の中の大変なママさんたちが経験してるような状態に自分をぶち込まないと、ママさんたちの辛さっていうのは分からねえべと思って、なるべく同じところに行きたい、うん、それでも行けてるかどうか分からないけどね、その世の中の、まあ、旦那さんがサラリーマンで、普通に朝から晩まで基本的に子供の面倒ずっと見てるのは母ちゃんっていう、そういう家の母ちゃんのその大変さに近づきたい。ちょっとでもまだ近づけてるかどうか分かんない、多分 100% では近づけてないんだと思うんだよね。7割8割は言ってると思うけど、もっと近づきたいんだけど、でも例えばそれが 100% があるとしてさ、すごいもう 100% 完璧に愛情をかけてる、たくさん遊んであげて、家でも外でもたくさん遊んであげて、でその地域の人たちとも交流してね、でそのまあ挨拶したりとか、でその子育てサロンみたいなのに連れてったりとかしたりとか、全部子育ての必要なこと、もう普通の父親がやる100倍ぐらいのことをやってやれば、それもう満タンなんですよね。もうそれ以上やんなくていいんですよ。多分それ以上やっても収益変わらないラインってあると思うんですよね。例えば僕の動画ってそんなにその文字とかテキストとか入ってないじゃないですか。でもまあ最近その普通の YouTuber さんなんかはすごく動画の編集レベルが上がってさ、でそのまあ編集チームがいるんだろうね。でいろいろその動画、すごくテレビみたいな動画になってるよね。うん、そこまでいるかなってマジで思うんですよ。もし僕がやろうと思えば、じゃあそのもちろん外注を雇ったりとか自分でやったりとかして、そこにその資金、時間、手間ね、資源を投入できるよ、投入できますけど、それやりすぎなんじゃないかなって思うんですよ。過ぎたるは及ばざるが如しですよね。過ぎたるイコール及ばざるですよ、うん、やりすぎは結局結果につながらないんですよね。ここでさ、まあ、動画投稿に必要なちゃんとそのちゃんとした収益をバランス良いね、適切な収益金額を出すために必要な作業量をこうやってやっていくよね。で少なくとも動画をちゃんと撮らなきゃダメだしとか、最近そのせめてね、なんだマイクとかもつなげたりとかして音は聞こえるようにしなきゃダメだし、特に僕の動画なんて長いんだから、みんなその画面見ながらずっと見てる人ってそんなに多くないと思うんで、聞いてたりする人が多いと思いますから、マイクちゃんとやらないとなとか、まあこんな感じでこう作業をやってくるよね。どっかでそのこのちゃんとした収益を叩き出すために必要十分なね、パーフェクトにバランス取れた作業量っていうラインがあるじゃないですか。そのライン超えて見えるね。そのライン超えてさ、ガー頑張ってたってね、これもやった、あれもやって、テキストも入れて、効果音なんか入れてみたりして、最近の YouTuber みたいにね、あと音楽も入れて、これもやっ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 て、字幕も入れて、英語字幕にも変えれるようにしてみたいな、うん、これこの分無駄なんですよね。やりすぎなんですよ普通に。だからこの分のその、まあ、資源、うん、まあ、時間、金、手間、これは例えばじゃあこっちとかこっちにバランスよく回した方がいいんですよ。そうすると全体的にいい収益になるでしょう。最近これに子育てしてて気づきまして、要はあなたやりすぎな部分ねえですかってことですよ。こうなっちゃってる部分、いやいや、そっから上のそのやりすぎ部分は多分収益に反映されてないでしょうっていうところがあると思うんですよね、うん、それを気づくこと。だから僕もその最初のね、長女に関しては泣いたら必ずはわわわわわって言って抱っこして、はしゃ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 って1時間やってた
で、それさ、もちろん必要か必要じゃないかって考えちゃダメでさ、僕は今すごく意識してるのは、長女にやったのと同じように2番目にも全く同じレベルの愛情をかけたいんだ。じゃないと、やっぱり次男ってグレちゃうっていう、ほら、なんかこう、セオリーがあるじゃんね。次男ってグレちゃったり、機関棒になっちゃうっていうのがあるじゃん。それは、僕も理由が分かって、僕もさ、弟やんちゃだったんだけど、やっぱり親が手間かけられなくなるんですよ。かけたくなくなるっていうか、その一番目で、第一子でもう慣れちゃってるから、第二子の取り扱いが若干雑になるんだよね。それが出てんのよ。それが20年溜まって反映され、あ、20年なら、20年じゃないね。まあ、5年とか10年後に、まあ、小学生とかになって、機関棒になるっていうのに結果になるのよ。うん。ちょっと雑な取り扱いになるんですよ。で、まあ、上に当然ね、姉ちゃん、兄ちゃんいるわけで、ギャーって騒いでてさ、そのギャーっていう音が耳にガーって入って、機関棒になるっていうのもあるけど、まあ、そんなのがあって、2番目は大体機関棒って決まってんじゃんね、世の中。うん。だから、そうならないように、僕も一番目にかけた愛情と同じ愛情を二番目にかけてあげたいんだけど、これかなっていう。僕正直その長女に関しては、まあその、過保護じゃないけど、厳しい時は本当に厳しいんだけど、すごく手間はかけたんですよ。うん。すごく手間をかけて、で、まあその、心豊かな子供になってほしいなっていう。だからその最初の頃手間かけとけば、小学生とか中学生になった時に愛情に飢えた子にはならねえべ。愛情に飢えた子にならなければ、大体世の中がうまく渡っていけるってことが分かってるわけですよね。こっちとしてはまあ心の問題結構取り扱う仕事してるんで。だからその愛情に飢えさせないこと。うん。例えばメンヘラの女の子って父親の愛情に飢えてるんですよ。あれ父親探してるだけですからね、ずっと。うん、自分が何度リスカしても、おめえ、いい加減しろって、あ、守ってくれる、ぶん殴りながら守ってくれる親父を探してるだけじゃないですか。例えばね。だから、大人のメンタル的な問題って全部その親なんですよ。親に、親が足りなかったものを探してるだけなんですよね。だから、それを、どうにか、まあ僕だって足りないところたくさんあるけど、なるべくそういうものがないようにしっかりかけてきたんだが、例えば今、長男が生まれて、で、ギャーンって泣いてるよね。もちろん抱っこはするよ。それ、1時間する必要あんのかっていうところがあって、寝たらいいんじゃねえのかって。で、だから普通のママさんだったら思う、いや、寝たら置けばいいじゃんって思うんでしょ。で、それすごく正しいと思うんだ。それができなかった僕の弱さ。うん。でもあり、寝たら置けばいいじゃん。寝たら置いてさ、ゆらゆらするもんに置いてさ、で、ちょっと膝でね、わいってこう、押しながらね、で、立ちながら僕今本とか読んでんだけど、立ちながら本読んでればいいじゃん。おいって、ゆらゆらさせながらさ。例えばそういうところ頑張りすぎなところだったりして、あんまりにも頑張りすぎな部分って、やってもやっても結果につながらない？うん、仕事の話に切り替えますよ。やってもやっても結果につながらない。もう完璧に頑張ってるから、完璧に頑張ってるから、本当にそれ以上やるのは逆に無駄も無駄だし、最悪何かそのマイナスの影響出るっていうことがあると思うので、もし自分の事業うまくいってないなっていうのがあるんだったら、新しいことやるんじゃなくて、無駄に時間かけまくっちゃってる部分を、こう、探し出してそこをやらない。うん、だから僕は今まで1時間こう抱っこしても寝た後もね、もう完全にここがクーって落ちてんのに、その後も1時間こう、よしよししてたのをやめて、ね、両手に抱いてればさ、今まだ首座ってないから、おんぶ紐とか、抱っこ紐とかちょっとまだ嫌なんで、首がクーってなっちゃって、大変だからね。だから、まあ、ここに乗してやってるわけだけど、うん。それを、例えば30分短縮できれば30分本読めるわけだよね、せめて。で、最悪スマホとかでさ、仕事はできるよね。なんかお客さんに対してメール対応したりさ、考えたり、とかって。まあ、スマホ何台かあるんで、こっちで調べてこっちでメールみたいなのもできるし、またお尻の横でね、ゆらゆら揺れるものを、揺れる椅子みたいなやつをさ、押してればさ、できるよね。その30分、1日30分が30日で、900分になる。ごめんね、算数苦手で。サザンが9、0を2つつける。900分だね。900分って何時間ですか？ 15 時間ぐらい。うん。1ヶ月で15時間ぐらいになりますよ。
30分かける30日、そうだよね、うん、15時間でかいよ、うん、15時間本読める、1ヶ月の中で15時間本読めるのと15時間1ヶ月の中で読めない人との差でかいでしょ、ね、そういうところを考えると、まあ、削るべきところがあるかもしれない。要はやりすぎてるから、うん、努力しすぎの部分、そこはもうそれ以上努力しても結果につながらない部分っていうのを見つけて、まあそこを抑えていくっていうのも必要な作業かなと思いまして、まあ、今回動画でお話しさせていただいた次第でございます。はい、もう年末ですから頑張っていきましょう。精神コンサルティングの月寄りでした。ではまた。